こんにちは、平井弘明です。今回はですね、パターのライン読みについて解説させていただきます。確かに、ね、まっすぐ打てる自信はあってもラインが読めてなくてカップに入らないとかですね、全然見当違いの方向に飛んでってしまったりとかっていう経験ある方いらっしゃると思うんですけども、今日はそういう方にとって参考になる動画になればいいなと思って撮っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。いきなりなんですが、今このボールがですね、ちょっとカメラで傾斜が伝わりきるかどうかが分かんないんですけども、ほんの少しフックラインなんですよ。右から左へ曲がるラインなので、このボールの線がこの辺向いてると思うんですよ。ボールの線がどうですかね、あそこに線を向けて、あそこに距離が1メーター50ぐらいなんですけど、1メーター50のタッチで打つと入るっていうライン取りなんですけども、じゃあそのボールの線を向けたところはどうやって向けたの？勘です。これね、本当にほとんどもう経験でしかないんですよ。例えば最初今リップクリーム向いてましたが、これでもさっきよりリップクリームよりも多分外側向いてると思うんですよ。多分リップクリームさっきこの辺だったんで、それよりも線は外向いてると思うんです。これでも弱く打ったら入るんですよ。ちょっとお助けありましたが、打つタッチによってラインっていろんなラインが出来上がるんですよ。あれ例えばもうこれさっきより全然内側向いてます。ほとんどこの辺向いてると思うんですよ。この辺、この辺向いてますよね。なんでこれぐらいで例えば強く打ったら全然入っちゃうんですよ、切れないで。なんで本当に自分のタッチにそのラインが合ってるかどうかっていうのがすごいパターって大事で、じゃあ先に何を決めるのって言ったらタッチなんですよ。タッチを決めてからラインを決めないと入らないんですよ。先にラインを決めちゃったら1個のタッチしか入らないんです。そういうことですよね。なので先にラインを決めないで、いやー距離があったらいいなと思うんだったら距離を合わせるっていう方に集中して、少し自分が思い描いたラインよりも大きく読んであげるのが距離を合わせるポイントですよね。よし、これはちょっとチャンスだから入れてみよう、狙ってみようっていうんであれば、多少強くカップに届かせるように打つんで、最後打ったみたいに少し強めに打つんで、ちょっとラインを薄め、あまり山をかけないでまっすぐめまっすぐめに打ってあげる必要もあるので、そういう自分が打つタッチによってラインっていうのを決めていただいた方がいいです。土曜日レッスンしていて思うことは、大胆に大きく読む方って少ないっていう印象があるんですよ。まっすぐめまっすぐめに読んでしまってカップの下に切れちゃうっていうことが結構多いので、どっちかというとちょっと大げさに読んであげる必要があってもいいかなと思います。あんまり直線的に読まずに、少し遊び心を入れてあげて、大きくボールを曲げてあげて打ってあげた方がいいので、あんまりパン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 強く打つぐらいのまっすぐなライン取りっていうのはしない方がいいですかね。例えばちょっと離れて打ってみて、これも完全にフックなんですけど、ちょっと直線的に打ってみますね。カップに対してほぼほぼまっすぐ構えてると思うんです。ここで普通に打つと、あえて左切れますよね。左切れるんで、それを入る強さで打つっていうと、カップまで切れさせない強さで打つっていうと、あの強さ、今4メーターぐらいオーバーしてるんですけど、その強さで打ってもまだカップの左通過したんで、あれぐらい強く打たないと今のまっすぐ向いたんじゃカップに入らないんですね。そういうライン取りをして打ってしまうと、どうしても強め強めのパターンになってタッチが出なくなっちゃうんです。なのでこれぐらい平らに見えても実際フックラインなんですけど、フックラインって言ったらちょっと大げさ、これぐらい、今ボールからカップまでが4メーター5メーターぐらいあるんですけど、それでもこれで30センチぐらい右向いてるのかな、そのぐらい向いてこうやって打ってあげて、カップにこう向かわせてあげる。そうすると今のでも左から入りましたけども、タッチを合わせるように打ってあげると結構膨らましてもちゃんと返ってきますので、僕もよく先輩に言われました、犬は来た道帰れると。なんでちゃんと山をかけてあげてもカップに戻ってきますので、ちゃんとラインを読んだんだったら
最初の頃大げさに見てあげても僕はいいと思うんです。それでカップに向かわせる可能性のあるパッティングを打つことが大切なので、ちょっとコース行った時に次回試しにやってみてください。少し大げさに読むという、これ結構いいと思います。今回はですね、ラインの読み方について解説させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。